それでは次はイージスの防寒防水の、レインウェアですね、になります。4種類に分けられてて、外仕事現場仕事でね、雨降ってきた時用の、ワーク用のレインウェアで防寒仕様になっています。であとは、スポーツアスリートさんの、スポーツ用のウェア、これはね多分ベンチレーションとかは特にはついてないみたいですけども、冬場のトレーニングとかでね、使えるような仕様になっています。ちょっと薄手ですね、まあ、スポーツ仕様になっています。であとはスノーボードであったりとか寒冷地ですね、とかで着る用の、スノーもいけちゃうの、はい、まあ、どっちスノーボードウェアって思えばいいのかなと思うんですけど、確かに上手い人はね、くんちゃんは一番これですね、上手い人は転ばないから濡れないからね、はいはいはい。で、釣り用ですね、フィッシング用。あ、釣りあるじゃん、はい、あるんですよ。で、あるんですけど、これ新しいモデルで、去年のモデルは白しかなかったんですね、カラーが。で、ちょっと地味すぎたんで良くないかなと思って。でも全然見かけなかったよ。うん。で、デザインも少し変わってます。はい、わ、釣り人の皆さん、はい、朗報です。はい、防寒防水の、ウェアが出ております。これはまた試してみたをやる日が来るのかもしれない、はい、知れない、はい、色味気持ち濃くなる。わ、おおおお、すごいすごい、いいじゃん。これブラックバス、これはマスですね、マスか、はい、絵的には。ちょ、見えない、はい、見えない、見えてない、今撮れてない。はい、お値段いくらですか。イージス、はい、4,900円。これ上だけだね、多分ね。上下でセットアップではないと思うんですね。はい、いやで中はこんな感じで、首周りはね、フリース材、こう柔らかめのフリースの素材が使われています。首周りもあったかい感じですね。はい、で中にもポケットがあったりとか。ポケット見えない、はい、はい、中にもね、ポケットがあったりとか。おー、はい、これはいいですね。あとは、両サイドのポケットは止水ジッパーになってますね。はい、でここには、まあ、大きなものルアーだったりルアーのとか小物ケースとかが、ね、入るような形に、はい、街がすごいよこれ、はい、結構ね大きめに、あ、大きめの街で作られてる。これこのルアーケースそのまま入るの、うん、ルアーケース、このちっちゃいねルアーケースだったら全然入るサイズ感になっているので、ね、それが2つと、はい、で止水ジッパーが2つと。でボトムはポケットがないのかな。ポケットないんだ、うん、あ、ないですね、ボトムは。あ、ない、はい。ここの裾はですね、コードがついてて絞れるようになってます。であとは、ここの裾の調節のベルトもしっかりついているので、ね、風が入ってこないような形になってますね。はい、こちらイナレムですね、前回春夏物でもねご紹介したいんですけども、今回は防寒がついている23年のイナレムになってますね。だいぶ生地もね厚手にできているのと、パンツが革ご仕様になってます。サイドにね大きいポケット両サイドについてますね。かなりこれくんちゃん的には嬉しい仕様ですね。両サイド、うん、革ごタイプのパンツになってて、で街も結構しっかり下の方がある。あ、で水抜き穴がある。水入ってもいいように、中に水入ってもいいように水抜き穴がちゃんとついてるですね。でポッケの方はね、ポケットの方は普通にジッパーなんですけど、上からボタンでかぶせられる仕様になっているので水が侵入しづらいという仕様になっています。で相変わらずね、ここはすごいしっかりしてる、さすがイナレムだなっていう。このベルトクローズの袖口は、うんうん、結構ねイナレムはだいぶしっかりした作りになってます。であとは前回も
同じなんですけども、前回と同じ、後ろのアジャスターね、フードアジャスター、これを絞る、うん、これを絞ることによってこうフードがキュッと締まるという形になってますね。で、耐水圧、糖身性、糖質性は、変わらない感じですね。耐水圧2万の、糖質性が4万という形になってます。可愛いね。はいですね。はい、イナレム、これもイナレムですね。ライトウォームツーウェイということで、まあプレミアムよりかは落ちるんですけども、耐水圧が1万、糖質性が2万ということで、で中がね、ちょっとあったかいこう仕様になっているので、風も通さないんで、まあ、ウィンドブレーカー的に来てもいいのかなって思います。3900円って安くない？ん、安い安い。あれって前回のイナレムってすごい高かったじゃん、うん、そう、あれはプレミアムだからね。ああ、うん、ちょっと違うんだグレードが、うん、そう、あのノーマルのイナレム、これが今まであったタイプのイナレムですけど、またね新色が出て、うん、かわいいねこれ、うん、これなんかスキーウェアみたい。そうね、なんかかわいい、なんかドラゴンボールっぽい感じ、ウルトラマンカラー、はいです。あ、あるやん、さっきのウェア。ん、何これ。これさっきのウェア、まあ、あ、釣りとか。そう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 、これがさっき先ほどの釣りので、はい、バイカーの方向けでとか、これはボーダーですね、スノーボーダー、これはアスリートの人かな。で、これはこれワーク、これワーク、うん、ワーク、ワーク、ワーク、はい、ワークマン、こっちにね、はい、出てますね。はい、はい、ライディング、スノー、うん、フィッシング、ワークと。なるほど、うん、あ、フィッシング来ましたね、うん、そう、で、前のね、モデルだとここのね、配色が白だったんで、うん、ちょっと地味だったんですけれど、今回はね配色が赤になってるので、いいですね、うん、ですね。この辺もうちょっとねカラー展開あるともっと売れると思うんですけどね。ね、フィッシュに力を入れてほしいよね。ほら、コットンキャムラって、コットンキャンパーもあるよ、ほら。あ、綿素材、うん、綿素材の、これと同じ、これと同じコットンキャンパーと、これと同じって皆さん知らないから、はい、皆さん、これ実は購入してて、今度ご紹介しようと思ってた商品がこちらです。コットンキャンパー、はい、2900円、これね、メンズなんですよ。でもね、女子が着ても全然可愛い、はい、ということで今度やりたい、はい、ご紹介したいと思っておりますが、はい、それと同じ生地のフード付き、はい、しかもね、これ火の粉に強い綿素材、うん、フード付きっていうかね、はい、ハーフジップなんですよ。あ、確かに、うん、あ、なんかポケットがついてるね。キャノラックなんで、ハーフジップでプルオーバータイプですね、うん、こう上から着るタイプですね。火の粉に強いから本当キャンプですね。はい、で、あとね、キッズも出てます。あ、かわいい、うちの甥っ子に。かわいい、かわいい、早いよ。はい、はい、からし、あ、かわいい、かわいい、はい、で、ベージュ、あ、かわいい、かわいい、で、カーキですね、かわいい、はい、ね、お子さんとお揃いでなんてめっちゃいいね、うん、ね、このボタンがかわいいね。あ、ほんとだ、デカボタン、うんうん、豚バナーボタン、かわいい、あ、これかわいいじゃん。うん、トラベルシェルジャケット。これか、これだ。それかわいいじゃん。これ、これいいね。ちょっと撮ってみて。はい。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいいじゃん。あ、かわいい、かわいい。はい。あ、いいね。めっちゃいい。ここにね、ポケットもあって、うん。で、ちょっと羽織ってみる？うん、羽織ってみて。どうですか？
お、いいねいいね。お、いいねいいね。ポーズ取って、ポーズ。ポーズ取って。ポーズ取って。ん？ポーズ取って。なんかわいい。あい、ね、そのさ、サイドがかわいいね。万歳してごらん。サイドがかわいいよ。うん。ブラックと反対向いてベージュになってる。かわいいね。真後ろ向いて。あ、後ろは一色なんだ。かわいい、うん、この辺もカラフルでかわいいね、はい、うん、これはレインウェアなの？そうだね、レインウェアだ。今のもレインウェアなんだ。はい。あ、でも完全な防水ではないね。撥水はあるけど、これは防水だと思うけどね、ポンチョだから。おお、かわいい、え、めっちゃかわいいやん、この黄色、うん、かわいい。てるてる坊主です。かわいい。どうも。明日晴れますね。はい、はい、あ、こっちにダウンとかいっぱいあるんだね。うん、こっちアウトドアだからね。あ、ここにだからこの辺が皆さん気になるんじゃない？やっぱそうだね、アウター系、ダウン系ね。はい、ダウンベストね、はい、ですね。ゴムゴムアラエルフュージョンダウンですね。これ いくら？これは1900円です。安っ、はい、これは安っ、うん、こうベストとかだったらもうちょっとね、このカットが例えば V カットとかだったらさ、うん、背広の中とかにもね、 あのスーツで中に、え、丸じゃダメなの？いや、ダメではないけど、デザイン的に多分そのワイシャツとかを着るんだったら V カットの方が絶対いいと思うよね。あとこの薄い、そう、薄いライトダウン、 うん、これはもう中に着る感じでもいいし、外でもいいし。アラエルフュージョンダウンライトジャケット2500円、うん、で袋もついてるんでね、ポケットブルにもなる。かわいい、かわいい、はい、そしてこちらですね、アラエルフュージョンダウンフーディー、はいはい、リペアテックですね。はい、あの釣り針を刺した動画皆さん見てください、ぜひ。はい、全然回ってないんで見てくださいぶっ刺してるやつね。はい、刺さんないんですよ、本当あれマジで。違う、刺さんないんじゃないんで、刺さるんだけど穴が。いや、でも刺さりにくい。あ、そういうこと？そもそも刺さりにくい。釣り針とか返しがついてるやつだと返しまでいかない。おお。そう、だからね、釣りにすごくいいですよ、雨降らなければ。おお、いいですね、うん、しかも3900円ですかね。そうそうそう、3900円だったらね、めちゃめちゃいい、まあ、そう、うちも1年で濃いかと思ったけど2年目も着ようと思っています。はい、あとこれ空気が入れられるやつね。お、ポンプウォームベストだって。あ、こういうやつですね。わ、すごい、うん、もうなんかミシュランのやつ。ビバンダムくんね。ビバンダム、そう、ビバンダムくんみたいな。やばいやつですね。あ、パンツもあるよ、ほら。あ、ほんとだすごいね、これもこもこ。ちょっとこれちょっとビジュアル的に面白そうね。確かに確かに。あとはね、ワイドパンツっていうかシェフパンツですね。今回はシェフパンツコーデュロイもありますね。かわいいね、うん、ちょっとこの線が太めなのがかわいいね。そうですね、ここもこれ、はい、これが1900円、コーデュロイサンドベージュとブラック、はい、かわいい。あとネイビーですね、はい、で、ナッツ、ナッツ赤茶色っぽい感じですね、うん、はい、でこいつがマスタード、あんまり着ないサンド系おお、なるほど。裏返してみて、うん、自分が裏返るんじゃないよ何やってんのよ自分不器用ですから後ろにはなんか大きい、じゃあみんなデザインが見たいんだってば。
後ろには大きいポケットとちっちゃいポケットついてます。はい、はい、シャワーパンツ、うん、はい、ということで、ソロテックスプレミアムスーツ、結構ね、ちゃんとした薄手ですけど結構しっかりした生地のジャケットですね、うん、ジャケットとパンツですね。で、ジャケットが3900円、うん、でパンツが2900円、上下で7000円か、お、ごめん、うん、そうだね、7000円、はい、こういった感じ で、はい、で7000円でスーツってすごいね、うん、ね、でカラーもブラックが、ブラックとチャコール、うん、チャコール、ブラックとチャコールとあとはライトグレー、ライトベージュ、ライトベージュ、あ、かっこいいね、うん、これ女性が着てもいいかもね、ね、ちょっとマネキンのこういう感じになります。かわいい、カジュアルにも着れそう。そうだね、だからグレーなんかは、グレーっていうかチャコールなんかはテーラードジャケット的に着てもね、いいんじゃないかなって思いますけどね。どうですか？あ、いいね、いいね、かっこいいか、あ、絶対いいね、オフィスカジュアル、うん、いいね、おじさんたちおじさんたち、これね、素材がちなみに素材なんですか、そこが大事ですね、それが一番大事ですね、はい、素材がポリエステルだけかな、複合繊維ポリエステルが25って書いてある、うん、で、撥水水を弾きやすいですね、うん、でこれ裏地が多分撥水水を弾きやすいになってますね。そう、そうなんだ。そうで、ポリエステルなんでやっぱシワになりにくいっていうのが一番、うん、あとポリエステルは家で多分ね、はい、これ洗えるんですよ、うん、そうだからね、ウォッシャブルになってますね、ウォッシャブル、あ、本当だ、で、イージーケア、はい、撥水いう形、なんかいろいろついてるこれ、はい、なんだこれ、3D 立体繊維、ウールライク、うん、撥水ストレッチ、パッカブル、パッカブル、イージーケア、さっきのです、あ、ちょっと、ウォッシャブル、UV カット、サスティナブル、はい、これすごくね、あの、着やすい、毛羽立たないしね、ね、ポリエステルだから、そう、全身を落としたい、しかも、パッカブルってことはこれ折りたたんでもシワにならないっていうことなので、うん、はい、これこういうコートもありますね、カーコート、はい、今マネキンが着てるやつです ね、かわいい、これ女性が着ても全然ね、かわいいいいっすね、はい、あ、これか、パッカブル、うん、クークストラップでコンパクトにまとめることが可能、うん、いいじゃないですか、これね、ちょっとお忍び旅行とかに持っていく、うん、お忍びって何そりゃそうでしょうよ、スーツで出かけていって、はい、これ作るんで私服に着替えてそういうことですよ、お父さんたちもこれどういうこと、こういうのにも使えますね、はい、はい、ということで、今回はワークマン2023秋冬物の展示会にやってきました。はい。はい。ということで、今回の動画いいなと思った方はグッドボタンと、あとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。